もしフロアから何か、コメントご質問等があれば今お伺いしますが、もしございませんようでしたら、次にですね、もうちょっと違う意味ではテクニカルイシューということで、テクニカルチャレンジズということです。各大学さんで、何か、こっちですね、これも違うな、これですね、どんなことがですね、技術的な、あるいはその、技術的でないにしても何かチャレンジなことがあるかということで、ここはいくつか例を挙げてみました。例えばその、いくつかお話あると思いますけど、従来 の, その学内での、e-learning システムとか、コースマネジメントシステム、あるいはスチューデントインフォメーションシステム、学務情報システムのようなものと、リンクさせていくというお考えがおありか。でそれからここにはもう一つですね、アクセスアナリシスと書いてますけど、公開したら今度は全世界からアクセスがあるわけですけど、その統計情報をもとに何かフィードバックをかけるとか、その分析自体がまだ手法が確立していないんじゃないかと私は思っているわけですけど、そういった問題、あるいは、これは日本特有の問題かもしれませんけど、日本語と英語で、ほとんどのものを日本語英語で、提供されるとおっしゃったのは東京大学さんだったかと思うんですけど、日本語しかないのはどうなのとか、本来その両方でやらなければいけないのか、あるいは英語だけでいいのか、あるいは日本語だけでやっとくと、ボランティアで翻訳してくれる方がいて英語ができるとかですね、いろんな考え方はあると思うんですが、こういったテクニカルチャレンジに、テクニカルなですね、問題について少し、ご意見をパネリストの方から伺いたいと思います。これは今度はどうしましょう。どなたか唇を切られる方いらっしゃったら手を挙げていただきたいと思います。じゃあその最後 の, あの日英のことで申しますと、現状で東大の OCW26 コース出てるうちでもって、日英両方でやってるものが19コースから日本語だけというのが5コースから英語だけというのが2コースということでございます。それで翻訳自体はもう外部にして、ざっと翻訳していただいもらったものをその講義を担当している先生にもう一遍チェックしていただいて OK が出れば出すということになっているわけですけれども、ですからに日本語だけしかやってないというコースというのについて、なんでかということで言いますと、やはりその先生の方でもって、その英語で翻訳されて、翻訳自体は他の人がやったんだとしても、その内容で自分で自信が持てないので、ちょっと日本語だけで、勘弁してくれとおっしゃる先生がいて、そういうことになっているケースがあるということでございまして、やはり先生の方で内容にこだわればこだわるほど、やっぱりそういう翻訳というのをきちんと出しているのは難しくなるかなというふうに思います。他は土佐先生何かありますか。京都大学ではウェブ、オープンコースやのシステムをですね、動的ウェブに、ダイナミクスをどう作るかというのを検討してまして、で去年のグローバルオープンコースやコンソーシアムがユタ州立大学でありまして、でその時に見たエドコモンズというですね、ユタ州立大学が作りましたオープンなオープンコースウェアの専用の、システムを開発してらっしゃって、でそれを公開しているので、実験的に、それを使ってさらに京都大学用の、エドコモンズにカスタマイズしていくということをしております。このエドコモンズに関してはこの後 の, 国際的なセッションの中で、作られた方が説明されると思いますので詳しくは話しません。であともう一つ そういう、入れ物 の, システムの話と、その中に入れるコンテンツの話は一体化やしている話だと思います。で京都大学では皆さんの、お手元に京都大学のオープンコースや の, パンフレットが入っていると思いますけれども、この後ろのページを見ていただきたいんですが、まずですね、著作権も問題なんですけれども、もっと大きな問題はどうやってその講義ノートをですね、今皆さん開いていらっしゃる
講義ノートをですね集めてくるかということがですね著作権の問題よりももっと大事な問題のような、私はそういう気がするんですけれども、これも結構システムをねもう少し、オープンにすることによって、教員自身が、まあ、最終的には作れるもう一種の事業のツールとして、事業の展開ツールとして、まあ、そこに、まあ、レポートを、出したりとか、まあ課題を出したりとか、さまざまなものを出して、いけるような形にしていくというような、教員自身が使えるシステムにしたい。でそうなるとですね、客観的に、一般的にその公開する部分とある程度切り離さなきゃいけないんですね。でここがポイントなんですけれども、事業支援のための学内公開というものと、学外に教材を公開する部分を切り分けるべきなんではないかと考えております。で事業内で活用する部分と、発信する部分とまず、まあ微妙に分けて、でかつ連携する部分というのが必ず必要で、まあ、各他の大学さんでもそうだと思いますけれども、OCW のプロジェクトだけ単独で、行っていって持続というのは非常にシステム的にも難しくて、ですから例えばシラバスのシステムだとか電子化されたシステムだとか、図書館だとかですね、電子図書館のシステムだとか、さまざまな他の大学のオープンコースやの、教材との連携だとか、そういった形を、まあ、ソフトウェアのシステムとしてはですね、システム構想としては必要なんではないかなと思います。ということは、まあ、エディコモンズというのを使ってそういう学内のシステムと公開のところを分けつつも連携させるというところがポイントだという、ことでしょうか。名古屋大学さんも WebCT を使ったりされてまして、学内の、コースマネジメントシステムとそれからオープンコースウェアというのは連携があり得るんじゃないかと思うんですけど、そのあたりいかがですか。去年立ち上げの時にですね、私どもの方でまず日本語英語も含めて考えたのはですね、まずはローテクで行こうというポリシーです。でなぜローテクで行こうと言ってるかというと、そのシステムの開発にお金をかけずに例えばまあ著作権処理とか実際にコンテンツを作ってくださる先生方をどうやってこう、まあ、こちらの方に来ていただくかとかですね、そこら辺をまず重点的にやりましょうということで、やってまして、で、大体こうシステマティックに動くっていうのが1年やって分かってきましたので、ぼちぼちという形でハイテクのところにシフトしていけばいいかなというふうに考えます。でもう一つ事情がありまして、これ学内のお話なんですけれども、まあ大学の中にいろんなe ラーニングシステムとか当然学務システムとかいろいろあるんですが、今それをこう統合していこうという動きがありまして、まあそこの動きも見つつ適当なタイミングでパッと移行しやすいような形で持っていっておいた方が変な言い方ですけれどもコストエフェクティブにできるんじゃないかなと、そのあたりを少し見ております。ですので、まあ、我々はどちらかというと少し遅れて12月に始めてますので、ちょっと周りも見つつなるべくこうあまりコストをかけずにコストも時間もかけずにやる方法を今模索している最中でして、です。で、日本語と英語に関しましてはこれも議論させていただいたんですけれども、私どもの中の議論としてはですね、やはり誰に見てもらいたいのかっていうところを考えまして、授業の教材を提供していったときに誰が一番これを、もちろん学生っていうのはあると思うんですけれども、学外の人と考えたときには、まあ、新入生とか、そういう方々かなというふうに思いまして、でそうするとですね、日本語と英語の割合っていうのは、まあ、どのくらいがいいのかなっていうのは大体想像がつきますし、うちの大学の、まあ、学生の統計見ますと大体東海地区というかそこら辺がやはり圧倒的に多いですので、まあ、当面はその辺をターゲットに、かつ次に移行しやすいようにちょっとローテクで行くっていう方向で今は流しております。岡部先生いかがですか。北海道大学
北海大学の場合はですね、一応こう教育関係のシステムは、まだチャレンジっていうある種のチャレンジではありますけれども、新しい方のチャレンジというよりは今の名古屋大学の先生もありましたけれども従来の流れの中でやっているという現状はそういうところです。で具体的に学生さん の成績等を管理しているいわゆる教務システムというものとそれから実際のオンキャンパスの授業を支援している、まあ、通称 LMS ですけれどもラーニングシステムとそれからこの度の、オープンコースウェアのものは現状としては別なシステムとして、運用をしております。ただ実際にはオンキャンパスの e ラーニングシステムとそれからオープンコースウェア同じ情報基盤センターで、対応しておりますので、で3つともですね密に連携してますから全然関係なくやってるだけではもちろんないのですが、基本的なその性格の違いの実際に扱っているもの、基本的にはやはり成績の情報はいわゆる個人情報に関係してくると。それからオンキャンパスの e ラーニングってまさにキャンパスでやっている学生さんの支援ということなんですが、その結果として得たものがオープンコースウェアで公開していけると思うんですけれども、やはりそこには先ほど著作権と同じように著作権の問題ありましたように、学校という法的には学校という枠の中でやっている教育のものとこういうオープンにやるもので扱いが違う、どうしても違いますから、でそこで扱わされないという面と、もう一つは、まだ我々の大学では十数校という量的にまだ少ない段階なので、まだ草の根的にですねまだ文字通りチャレンジしながら歩きながら考えるという段階で、もう少し連携を密にはしていきたいと思っているんですが、まあ、現状ではそういうところです。連携はこれから、まあ、幸いにしてその全て情報基盤センターが関与しているので、そういう意味では、問題ないと。だからあとはそこでいかに連携をするかというところだ。大阪大学も、まあ、まさしく同じような状況です。今はですね、今はオープンコースウェアというのは、学務情報システムとかコースマネジメントシステムとは独立した形を取っているわけですけど、実は、私全部やらされておりまして学務情報システムを今度ウェブベースの履修登録に変えるわけですけど、そのプロジェクトの一員でもありますし、全学の e ラーニング基盤整備も、実務担当しておりますから、あとはそれで、まあ、今年からそのオープンコースウェアも大阪大学の場合はその全学の e ラーニング基盤の一部にこう組み込むという形で、進めることになってますので、実際にその、特に大阪大学の場合は LMS は WebCTVista というものを、この、今年から入れているわけですけど、そことの連携をですね図ろうとします。でもうあと1点で、まあ、その英語でやるか日本語でやるかという方法はですね、これは東大 の先生がおっしゃったように、その全てのものをもう一つの言語に置き換えるというのは非常に教員の先生方の、労力も必要ですし、実際には日本語で講義をしてて英語でやってるわけではないものを英語でやることはどれだけ意味があるかとは思うんですが、ある一方ではですね、どういうコースが日本語で提供されているかという情報ぐらいは発信をしたいと、すなわちそのシラバスぐらいまではですね全部日本語英語で揃えておいて、コンテンツは日本語しかなくても英語でこういう講義をやってるということは対外的に発信するべきだろうと思うんですね。そうすると、例えば、UPS という台湾のボランティアグループはですね、オープンコースの中身を中国語に翻訳するということをしてくれています。ですからそれは日本語であっても中国語に翻訳をしようと頑張ってくれているわけですけど、そういうところが、どういうコースがあるというところまでは英語で分かりますから、でそこからこう翻訳されるんじゃないかと。でまあ、そういうところでその阪大は、慌ててこう作ったときにですね、その簡単なまあコンテンツのマネジメントシステムを作ったんですけど、そこをちょっと2カ国対応にしまして、この、まあ、これはこうページですけど、ここに普通イングリッシュボタンというのがあって、こう英語だというとですね、ここを押すと英語のトップページに飛んでいくところが多いんですけれども、これはこのページの英語版が見えると、あネットワークが切れちゃいましたね、見えましたね、日本語版でここを繰り返すとこう英語版が見えると。でこうシラバスを見ていて、ですからこうシラバスを見ていて、これの日本語はどうだというと、ここを押すと、まあ、日本語に切り替わるというような、まあ、仕組みを作りました。でこうする効果がどれぐらいあるかわからないんですけれども、少なくともそのあるコンテキストで、日本語で見てたものが英語で見えるというので、まあ、それが日本語と英語 の語学の教材になるかどうかわかりませんけれども、同じところに戻ってくる必要はないということは、やってみました。ちょっと付け加えますと、先ほどそのことについては北大のことを申し上げなかったんですが、基本的にやはり、
今日本語で実際に日本人の学生相手に授業しているコンテンツを英語に直しなさいというのはこれいささかちょっと現実的にちょっと難しいということで、やはりありのままに見せるとすると、やはり学内でやっているインターナショナルなアクティビティをどうやって表現するかということで、実際に英語コースとのいくつか学内で立ち上がっている留学生等々を対象にしたものですね。それからもう一つは今回のトップページのところで北海道大学で挙げてますけれども、国際南極大学というので、実際のインターナショナルな大学の連携があると。でそういうアクティビティを通して、それは当然インターナショナルですから英語ので公開しておりますので、そういった形、あるいは、今度5月に北海道大学では北京に事務所を開設する予定でいるんですが、でそういうところで新しくそういうインターナショナルつながりの中で、そういうコンテンツを準備していくのが現実的かなという、そういうところで進めております。ありがとうございます。この日本語英語の問題、あるいは、テクニカルな問題について、例えばフロアの方からパネリストの方々に聞いてみたいということはございませんでしょうか。あるいはこれ以外にも現状の、ここは前は私を含めて5大学ですけれども、 JOCW の、現状の問題についてこういうことがあるんではないですかとか、あるいはこういうことは、どう解決されましたかという、ことでも結構でございます。何か、どんなことでもフロアからありましたら、ご発言をいただきたいと思いますが、よろしいですか。はい、Well, and let me finish. On the other hand, one of your slides talks about incentives for faculty in order to make them participate. How do you reconcile these two factors that seem to be pointing in different directions? Well, actually, what we're intending to is not shifting everything to the faculty.But the problem is that at this moment, maybe the faculty are not so much appropriately understanding the problem of intellectual property, because so that they are quite freely uses some pictures or photographs appears in other persons, maybe copyrighted materials for his course. But a more important thing is that I think we should let the faculty be aware of that problem and let the faculty usemore copyright-free materials or his own material for his course. That's what we have to maybe propagate, maybe the faculty do, or encourage faculty do in that direction. That will not so much put the burden on faculty side, but I think it will decrease the burden of OCW operation side, because we don't have, that's the point. And as for the faculty,ですね、as for the faculty's incentives, we don't have much time to talk about that, and I think that will also appear in the next panel where they talk about the future issues. But I think as for that, we have to think maybe one of the maybe good things about the faculty providing courses to OpenCourseWare is that they get lots of acknowledge from academic field of what they have done.And I think that that's very important. And also that Osaka University itself of thinking, acknowledging these faculties, not providing any maybe monetary compensation, but providing him as more a kind of award or maybe publicizing their activities throughout the every kind of Osaka University's publicities. And I think that the other university has thinking of same directions.Is this clear? 何か付け加えることはいかがでしょうか。それではですね、大体こう現状の問題というのはこの辺で終わりにしまして、ここでパネルのコーディネーターとパネリストの交代をしまして、同じ問題が次も出てくるのかもしれないですけども、フューチャーイシューということで、パネリストコーディネーターを京都大学の美濃先生にバトンタッチしたいと思います。